はい、どうも、こんばんは。沖縄おばばです。もうすっかり暗くなってしまいました。夕方になっちゃいましたね。はい、えー、皆さん、こんばんは。沖縄おばばです。これが今日のね、えー、メインチャンネルの最後の配信になります。えー、こちらの記事なんですけど、まあ、何回かね、もうお伝えしてるんですけど、液状化の問題があ今出ているようです。えー、つまりね、せっかく立てな、立てたのに、 まあ、液状化しちゃってますよってことですね。で、もう住めなくなってます。これね、本当にねえ、まずい問題だなって思ってます。多くの人が埋め立て地っていうことを調べないで家を建てたり買ったりしてるんですよ。はい。いらないのかなって思ってます、本当に。 地震が来たら液状化です。大きな地震が来たらね。全く本当に分かってないんだなと思います。結構ね、これ、立て直すのに大変な苦労をしますよ、えー。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、東日本の大揺れの時、はい、舞浜とか、液状化しちゃいましたよね。で、ディズニーランドとか、結構大変なことになってました。 これものすごい、あの、お金かかるんですよ。液状化しちゃったのをね、直すのに。で、またね、えー、大きな揺れが来ると液状化しちゃうんですよ。なんでそんなところに家を建てるんでしょうかってことです。まあ、崖のね、そばもそうなんですけど、あまりにもね、えー、考えなしだなと思ってます。日本人ってこんなね、 えー、私も日本人なんですけど、こんなに何も学ばないのかなって、本当に思います。えー、まあ、どうして今日こういう話をしたのかっていうと、えー、今日ね、あのー、まあ自然農の、はい、自然栽培の、えー、<laughs> お野菜ですね。えー、まあ自然農をやってるお友達が今日お家に来て、まあちょっといろいろ話したんですよ。 で、えー、なんと、その方、あの、ちょっとね、千葉の方にお友達がいるんですね。で、こういうことを言ってました。あの、千葉ね、ちょっとすごいのよ、あそこっていう話で。どうしたのっていう話をして。えー、実はね、あの、埋め立て地に、埋め立て地にね、タワーマンいっぱい建ててるんだよって話をしたんですよ。信じられませんね。 まあ、ゼネコンがお金儲けのためにやってるんだとは思うんですけど、それを買う人間も人間ですね。はい。えー、大きな揺れが来たら、一発で液状化で住めなくなりますよ、タワマン。なんでしょうね、この国民性。喉もど戻すぎたら、 暑さを忘れるんでしょうかあ、千葉県って言ったらね、やっぱりあの、液状化したところです。あのー、ね、十何年前のね、東日本の大揺れの時に。なんでしょうかね。全く一つも何も学んでませんよね、経験から。 呆きれました。で、お友達もびっくり。まあ、なんていうのかな。あ、はあ、すごいわよねって言ってました。まあ、すごいよね。ある意味すごいですよ。ある意味すごいですよ。こんなに簡単に起きたことを忘れる民族性って他にいないんじゃないんでしょうかね。見ないとダメですよ、土地は。はい。 土地は見ないといけません。大きな揺れが来た場合、液状化します。まあ、本当にね、呆れ返るんですけど、私ね、あまりのことに。毎日毎日ね、起きてくる、あまりのことに呆れ返るしかないんですけど、こんなに人間ね、 考えなし多かったんだろうかって、本当に今更ながら思います。まあ、ゼネコンはね、今さえ良ければ、売っちゃえばもう後の祭り、な、後の祭りなんで、売ってしまえばね、もう、もうね、えー、自分の責任じゃなくなるっていう、多分そういう契約書だと思いますよ。はい。えー、なんで、地震が来てね、 液状化しようがんだろうがね、売れればいいやって言って立ててるんだろうだと思うんですけど、消費者の方が賢くならないとダメです、これ。もうとんでもない輩からばかりが日本にバッコしてますね。はい。まあ、気をつけてください。 え今後ね、今後、必ず、直下の揺れ揺れが起きます。必ず起きるんですよ、これ。もう、時間がね、相当経ってますしね。はい、危ないんですよ。えー、そういうところに、ね、住んで、液状化して、せっかくね、オクション買ったのに、パーになるんですよ、住めなくて。 買ったあなたの責任ですになるんです。もう本当にね、あのー、私勘弁してくれと思うんですけど、おなんていうのかな、もう、調べない方も調べない方ですよね。簡単に言っちゃいますけど。はい。立てる方も立てる方ですけどね、そういうところに。 え、これただ、まあね、ただだすまなくなると思いますよ。このね、えー、千葉の埋め立て地に立った、液状化するだろうところに立ったね、タワマン。タワマン軍というんでしょうかね。えー、もうほんとね、えー、話聞いてて、呆れ返りました。はい。 えー、企業は企業でね、今だけ自分、金だけ自分だけでね、い生きてますし、えー、消費者の方も消費者の方でね、全く何も考えないで、えー、購入してます。はい。ね。そういうことです。これが日本の現状です。もうちょっと賢くなりましょうよ。調べましょうよ。ね。 そう思いました。はい。え、まあ、お説教地味じみちゃってすいませんけど、えー、ちょうどね、今日お友達が来てそういう話をしたんでね。はい。えー、それでは皆さん、今日も一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。そしてね、また明日も元気なお顔で皆さんとお会いできるのを本当に楽しみにしております。えー、今日一日本当に感謝感謝でございます。ありがとうございます。 青ババでしたちなみにこれはねえ、今月のフェリシモさんの備蓄の、備蓄用の付近でございます。かわいいですよねー。はい。